ウォーミングアップ最初にジャケットリキアップ。まあまあいいでしょういいでしょういいでしょういいでしょ、こっち、あいいんだね、こっち、これまだ誰もわかんないからね。そうです、正解わかりません。マジでやりたくない、でもなんかやる気がするな。絶対にゆきみちゃんにやらせたい。いきます、せーの、当たりだった。わー待って、やった、あー最悪。はい、じゃあ松岡のセリフまで3、今日もあなたのために可愛く可愛く頑張るから、私のことだけ見てね。早瀬ゆきみ、松岡美里の足川、こんばんは、早瀬ゆきみです。こんばんは、松岡美里です。もしかは第53回がスタートしました。やったー、あれ、じゃんけん語れましたよね。はい、この番組はどんな無茶ぶりを受けてもめげずに常に笑顔でお届けする超ポジティブな可愛い映像バラエティ番組です。はい、よろしくお願いいたします。見て見て、当たりです。あ、ちょっとまあ、あのでもセリフを書きたかったら今からでも書きますよ。どうします、お却下で。なんで、もうこれをね、じゃあお願いしますっていうバカはいません、うん、言えませんけれど、なんて書いてあったの、これ、うわー超、まあまあセリフはそうですよ、言った通りですよ、うん、上に見て、超ぶりっこで、うわー、うわー、今日ね、この、 あの収録前にね、そう、もしかしたら今日のセリフはゆきみちゃんが読んだ方がそれっぽいかもみたいなことを言ってたんだよ ね言ってた、そう、ちょっときついかもって言ってたから、今日は引かない方がいいかもって言ってた。で、あなた勝ちましたじゃんけん。くっそ、いやね、私ね、うん、私さ、最近じゃんけん勝ってるんですよ、ウォーミングアップのね、ずっと勝ってるよ。私じゃんけん勝ってこっち選んでるの、ずっとゆきみちゃん側選んでるの、うん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 、で、私はセリフを読まなくて済んだから、はい、今回はさすがにこっちだろうっていうちょっと打算的な部分が、なるほどね、出てしまって、私の、そうなの、ただ書いた方と置いた方別の人ですから、まあ、しかも適当に置いてあるんで、そうなんですよね、そこがちょっと、そう、ちょっと、いやー久々にこの当たりを見れた、もう本当に怖かった、うん、なんかかわいそうって言われたもん、ジングル中に私かわいそうみんなから ねかわいそうかわいそういやかわいそう、本当にこれいいスタートを切れました。ありがとうございます。そうだよ、かわいそうに毎週毎週いつもかわいそうでしょ、頑張ってるね、最初からね、そう、かわいそうといえば何、かわいそうに待って、びっくりした、びっくりした、かわいそうといえば急に何、かわいそうにさんですよね。あ、そうなの、あ、そうです、そうです、おぱんじゅうさぎの、え、もしかして裏でしょ、いや、まさかまさか、そんなことないですよね、かわいそうといえばっていう、なんかあの、つながるね、回し物ですか今日はあったんですけれども、はいはいはい、まあ一旦置いといて、置いといて、ね、見てこれ、ちょっとアップにしていただきたいんですけれども、れ、おぱんじゅうさぎ、まんまる焼き、うん、これね、今ファミリーマートでおぱんじゅうさぎがね、うん、ある商品とコラボしてるんですけれども、うん、その中に入ってるシールなの、うん、ポケモンシール的なノリのやつ、ほうほうほう、そう、これね、全8種、おー結構ある、ね、これまだ見てないのでスタッフさんからいただきました、さっきね、そうそう、これだけね、今日行ってもらったね、もう開封済みいらなかったんかな、そう、いらなかったんかな見て、いらんなぁ思って、一回見て、うん、いらんなぁ思ってたんです、あげるよ、うん、せーの、てれん、はぁ、あ、かわいそう、見て、プリン、あ、指が入ってる、それラーメンでしかやらないと思ってたよ、それプリンで教育してるんだそんなやついるの、こういうことだよね、意図的にもう開けてるよ ね、これに関しては、ね、絶対に食べたくないよ、だって爪の中の赤とか絶対入ってるじゃん、でもパンチはまだ見えてないから、こっちの面は、あ、そっか、そうそう、後で気づくんだね、いいこともある、そうそうそう、こういう感じのかわいそうなのがおパンチウサギなんだよね、あ、今、そうそうそう、もしかしたら気になる方がね、そう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 、ミニマートに駆け込んでるかもしれないから、そうそうそう、そうだよ、まだ売ってるかはちょっとわからない、これ全く何の提供でもないですからね、何の提供でもないんですからね、はい、勝手にやってるだけなんでそうなんですけれども言っとかなきゃ、これいただきます、ありがとうどこに貼るんだろうな、松岡のスマホに、あ、後で差し上げたいと思いますけれども、ちょっと大丈夫かも、大丈夫ですか、ちょっと大丈夫、はい、じゃあ行きますか、そろそろ言いたいこと言えた、言いたいこと言えた、言いたいこと言えた、行きます、あ、なんかある、言いたいこと、あ、私は大丈夫、大丈夫、スマホに貼らないでほしいなってことだけ、はい、じゃあ行こっか、行こう、そろそろ、うん、じゃあそろそろ参りましょう今回もめげずに可愛く頑張っていきますので、皆さん最後まで目をそらさないでくださいね、せーの、よろしくお願いします。
この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。早瀬ゆきみ、松岡美里のもしかは。まずはこちらの企画から参りましょう。頑張る方向性を間違えなければ問題なかったのに。モノボケと同じくらい怖さを感じるトークオーディションコーナーです、はい、怖さ感じますね。感じますね、はい、本日はですね、お出かけ中のトラブルというテーマでエピソードを話し、はい、ディレクターさんが発注通りと思ったら合格の楽しい音が、不合格なら残念な音が鳴ります、合格した人は美味しいものがいただけるそうです。ご褒美はある。ご褒美あります。ご褒美のために我々は頑張っている、うん、そうそう、頑張る方向性ね。ゴールデンウィーク中だもんね。そうだね、この配信は。そうそう、だからお出かけがテーマになってるんですけどね。今お出かけ先で見てる人もいるかもしれないから、あ、お出かけに集中して集中してほしいんだけど、それ後で見ててもいいんだよ。そう、だがこういうタイプのトラブルもあるんだっていうのを、ね、学べればね。そうそう、確かにこの配信で学んでいただければと我々は思います。学ぶことあるかな、うん、あるあるある。そうだね、でもそこになんかね、大事なのはトラブルがついてることって書いておりますね、うん、いやただのお出かけの話じゃまあダメだよねっていう話だよね。そうだね。いやもうずっと考えてたじゃん、ゆきみちゃん。ずっと考えてた、うん、またさっきもトイレでずっとこうやってトイレで考えてたんだ。お出かけのトラブル、だから長かったんだ。あ、そうそうそう、うん、なるほどね。あとコンビニ行く途中もずっと考えてた。あの、そうなんだ、から長かったのに。そうそうそう、全然帰ってこないじゃんと思ってずっとね考えてましたけれども。そういうことね、はい、じゃあ、あの話終わったら、はい、いつも通りありますね、チンベルが鳴らしますよということで。順番どうしようかな。どうする、順番どう、自信のほどはないです。ない、はい、ないからこそどっちかっていう話よね、これ。そうなのよ。ええ、さあ、まあ、一回ジャンケンしよう。え、最初はグージャンケンパー。おー、勝った。なんでびっくりしてんの。勝った、勝つことあるよ。勝つことあるんだ。自信持ったよ、君ちゃん。いやいや、でもどうだろうな。そうなんだよ、私が弱いか強いかで松岡が変わるんだよね。そうね、合否の。私は一応トラブルだよ。一応トラブル、一応トラブル。私も一応トラブルよ。うんうんうん。じゃあ先行行こう。お、ナイス。一旦ね、ナイス。一旦行こう、先行いいですか。はい、ゆきみちゃんのお出かけ中のトラブルの話どうぞ。私結構一人でどっか行くことが好きで、高校生の時とかよく行ってたんですけど、一人で適当に遊びに、うん、で、ちょうど高校生の頃にその時もよし、なんか出かけようと思って、うん、休日にもう思い切って遊びに行ったんですよ、うん、で、その時行ったのが川、うん、なんかどっか違う県の川行ったの、一人で。一人でなんかしかも川って言っても渓谷っていうか、うん、あのこう川があってそこを歩けるみたいな、うん、え、想像してほしい。川を歩ける、とりあえず結構険しめの岩とかがめっちゃある川だったの、うんうんうん、そう、ちゃんと道になってはいるんだけど、うん、でそこになんかわかんないけど一人で行ったの私、うん、で、なんかちょっと舐めてて、うん、サンダルで行ったの。舐めてるわそう、舐めてんだけど、サンダルで行って余裕だぜと思ってこうスタスタ岩をこうなんかちょっとぴょんぴょん飛んだりして、うん、渡ってたら雨降ってきちゃったの途中で、うん、急なね、うんうん、そうで、私傘も持ってなかったから、うん、もうずぶ濡れのまま川の岩をとりあえず一人で歩いてたんだけど、うん、雨降るとさ岩がさツルツルするわけ、うんうんうん、でこけたの私、うん、一人で一人でこけて、こけたら履いてたサンダルが真っ二つになっちゃったの、片方、うん、本当に綺麗に底の部分がパカって割れて、うんうん、もうだから足をこうやる、足がこうあるとしたらもうこういう状態、パカパカするやつね、パカパカしてる、そう、うん、でもこの割れた部分はまだ残ってんの、だから両側でこうパカパカしてる状態なの、ほう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 、伝わる、ちょっと川一枚繋がってるみたいな感じ、そうそうそう、ギリ伝わって繋がってるから、はいはい、でももう川にいるから靴屋さんとかもないわけ、そりゃそうだな、そうやばいと思って、私は、うん、ガサゴソカバンの中を探して絆創膏があったの、うん、だからその絆創膏でそのパカパカした部分の連結部分をこう
ここでペタって貼って、うん、そのまま川下りを続けたよっていう話です。以上。すごいわ、それはサバイバル精神、絆創膏よくあったね。すごいでしょ、うん、そう、あれ結構ね、つながるのよ、絆創膏ってでそんな経験ないもん。ないでしょ、うん、絆創膏で靴つなげれるって思わないもん。ないでしょ、うん、私も思わなかったの、うんうん、まあ、どうせその場限りだろうなと思ったら、うん、もう最後の東京駅まで持ったからそう、サンダルがつながったの、絆創膏で、つながったまま川をちゃんと最終地点までたどり着けたから、うん、うわ悲惨な子だっただろうな東京駅でそんな姿てかさ、一人で川行くって冷静に考えて何してたんだろうね、あの時の私ね。本当よ、なんか辛いことでもあったのかな、なんか、ね、当時渓谷行ってんだ。そう、一人でね、すごい。そう、でも渓谷行ってる方いらっしゃるかもしれない、ゴールデン今ね、そう今5月5日、明日渓谷行こうかなって思って一人でね、サンダルで行こうとね、そうしてる人がいるかもしれない。サンダルはやめた方がいいと。あとあのサンダルで行ってもいいから絆創膏持って行けばいいそうそうそうっていうね、そう、そうなんだよ。そういうことね。これを伝えたかった私は。皆さん。うわあ、学べねえ。トラブルでしょ、でも。トラブルだわ。ちゃんとしたトラブルでしょ。これは。ちゃんとしてるわそれ。まあまあ、もうさすが気が楽ですね。長い間コンビニ行ってただけあるな。そうだよ。ちゃんとしてるな。考えてたからちゃんと、ね。くそ、待って、怖っ。はい。まあでもあるって言ってましたから。一応ね、トラブルっちゃトラブルですから。うん、じゃあ行きますか。はい。じゃ松岡のお出かけ中のトラブルお願いします。私は、うん、なんかみんなで九州の方に旅行に行こうってなったんですね、家族、うんうんうん、家族旅行しようっていう風に、ね、小学校4年生5年生ぐらいの頃かな、はいはいはい、になって、でその時DS をちょうど買ってもらったばっかりだったの、うんうんうん、初めて買ってもらったテレビゲームだったのね、はいはいはい、私が DS、うん、Nintendo DS Lite なんですけど、うんうん、それ買ってポケモンとか友達コレクションとか買ってもらって、うん、旅行先でこれをやろうみんなでって、うん、兄弟で話してて、うん、でこの DS をじゃあ誰が持つかってなるの、はいはいはい、兄弟4人いるんでうち、うんうん、でこれ誰が持ったら一番安全かダービーみたいなのがあって、はい、安全なんだ、そうそうそう、基準がね、やっぱ DS めちゃくちゃ大事だから私たちの中で、うん、大事よ、そうそう、これなくしたら終わりだから、うん、でそのダービー私勝ちまして誰かかけてんの、そのかけてないけどダービー勝ったもんね、そう、私が勝って、うん、はいはい、じゃあ私が DS を持つよ、責任持って、そう責任持って、うん、で DS 持つということは、うん、その新幹線の中とか、うん、DS できるわけ、私がね、特権だ、特権なのよ、うん、だこれ勝つっていうのすごく大事なことだったから、うん、すごいワクワクしながら、うん、私は自分のバッグに DS 入れて、はい、で自分の服とかね、はいはい、全部入れて、うん、大事なものとか全部入れて、もう5日間ぐらいの旅行だったから、その5日分を、うん、過ごせるだけの荷物を、はいはいはい、パンパンのこのボストンバッグかなんかに入れたんですよ、うんうんうん、で意気揚々と当日になって、うん、でお母さんだけちょっとお留守番だったので、あら、用事があってね、うん、実家の方に、うん、今の家の方にお留守番して、うんうん、お父さんと兄弟4人で、うん、ルン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 って言って、はいはいはい、新幹線の駅行くじゃん、うんうん、で駅で電車待ちます、はいはい、で待つ時座ってるのね、こうやって、うん、ワクワクワクしたまま、あ、電車来た、乗ろうっつってこのカバン置いたまま、私は新幹線に乗ったの、なんでわかんないの、わかんないね、そう、私はもうここにカバンがあるものだと思って、うん、はいはいはい、そのもう持ってるからいいやとか思って普通に新幹線乗ったら、うん、後で気づいたんだけど、あれ私あれ持ってた、でっかいバッグどこやった、どこにあんの、うん、あれない、新幹線の駅に置きっぱだってなって、その中に DS とあと5日分の服も全部置いてったまま、うん、私は福岡までたどり着いてしまったのね。その間に気づいたの、新幹線の、新幹線の中で気づいたの、はいはいはい、全部置いてったこと、うんうんうん、だから DS も新幹線の中できません、うんうんうん、もう兄弟から非難合々ですよお前勝ったじゃねえかなんだよお前、本当だよね、すっごい非難合々、安全だと思ってね、もうそれで相手が、そうそうそう、一番安全じゃなかった危険なやつだった、うん、で、うん、まあ、結局その母親だけ残ってたんで、はいはい、母親に連絡して、うんうんうん、駅にこんな感じのバッグありませんでしたかねっつって、あ、ありました、あ、よかった、でお母さんが受け取って、うん、でそれは神戸の方に預かってね、全部私の荷物が神戸の方にあって、うん、私の身は福岡にいるっていう状態、うん、で
なんか、うん、そのまま私は荷物が何にもないまま頑張ってこの身につけてたものだけで5日間の旅行を過ごしましたよっていうお話です。判定お願いします。おちょっとヒヤッとしたけど、5日間一緒の服で一緒、もう多分くっさいよ。下着も一緒だったもん。全部一緒だから5日間乗り切って、うん、乗り切ったんだ。そうそうそう、九州をそれで。でも意外とね、うん、いけんだわ。いけた。そうそうそう、意外といけんだね。意外といけんだよね。5日間服変えなくても、そう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 、意外といけるっていうのを伝えたい。うん、うん、そう、よかったね。でもマジであって、マジで盗まれてたらどうしようとか思ったよ。 DS だから、うん、もうその兄弟からの非難じゃもう済まされないよ。もう、なんならちょっと手出るかもしれなかったよ、ね、そうよ。ご両親からの非難もあったかもしれないからね。ご両親が買ってくれてるからね。そうだよね。そうだよ、何万もかけて。 よかった。危ないよ。あら、でもお互いゲット。やったやったやった。やった。なんだろうなんだろう、グミ、なんだ、あ、どっちもいいよ。グミどっちがいいか、せーのでやろう。せーの、こっち。おー、分かれた。そう、私ね、梅ソーダ味マロッシュ超好き。そうなの、私初めて見たの、うん。え、ちょっとさ、今一粒だけ食べてみ。食べたい食べたい。あのね、マジでね、うん、新食感、爽やか爽快系マシュマロって書いてあるけど、マシュマロとグミが融合してんの。へー、ガチで。何これ、これ超美味しいよ。いただきます。すごくない、何これ。マジで、うん、ゴーゴーで融合してるの、うん、マシュマロとグミがゴーゴーで融合してるわ。ゴーゴーでしょ。どっちかがグミとマシュマロ一緒に食べればこの味になるのかな。どっちかが6でもない、うん、なんでこんな笑ってんですか。いや、ゴーゴーなんですよ。ゴーゴー、あっ、語ってる。食べてほしい、マロッシュ。うん、おいしい。はい、食べてください皆さん。カンロさんから出ている。あの、これもあの勝手にやってるだけなんで、提供とかじゃないんで。全部勝手にやってます、はい、私は。はい、ということで、平和的に終わりました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございました。以上、頑張る方向性を間違えなければ問題なかったのにでした。早瀬ゆきみ、松岡美里の、もしかは。メールをご紹介していきましょう。はい、もしかわネーム、タレ目のアミティさん、ありがとうございます。ありがとうございます。早瀬さん、松岡さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、この度人生何度目かわからないダイエットを始めました。うん、今まで流行りのものの、いろいろなダイエットを試してきたのですが続かず、てんてんてん。今回は自分をモデルだと思い込んで食生活を始め、いろいろな生活をできる限りパリコレにも出れるようなモデルさんと同じようにやってみようかなと思いついたのですが、このダイエット案どう思います？お二人にもおすすめのダイエット法などあれば、過去お二人ともスタイル抜群なのでダイエットなんて必要ないのは百も承知ですが、なんだと思ってるの私たちのこと。ご教授いただきたいです。ご教授、バカにされてるの、はい、一瞬回って、あ、そんな、それいじり、それいじりか、いじりか。ありがとうございます。アミティさんにはうちらもうすごいスタイルよく見えてる、よく見えてるんだと思うよ。あ、なんか間違えてるよそれ、うん、ちょっと番組違うかもしれない、うん、もしかしたら。いや、でもさ、私もさ、一時期さ、うんうん、あの、自分が石原さとみだと思って生活してたことある。え、それどうだったの、鏡見て石原さとみだった。いや、鏡は見ちゃダメなの。あ、見ちゃダメなの。もちろん石原さとみじゃないから。あ、そうそう、だけど現実は分かってるタイプ。そう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 、ダイエット目的じゃなくて、うん、もう自分は石原さとみなんだっていう、うん、なんかもう真からさとみになろうっていう。うん、これじゃ なんなの、なんか過去にはさ、自分が一番可愛いと思ってた瞬間があったんだ。あったんだけど、なんかね、そう、あの、ちょうど失恋ショコラティエっていうドラマがやってた頃で、 あ、流行ったね、あの時ね、さとみブームがすごかったんですよ。はいはい、すごかったね。だから私はもうさとみだって思って、うん、あの、いろんな人にさとみとして接してた時が、これ、あれ、黒歴史じゃない、ね、だいぶ黒いかも。だよね。だって、ショコラティエのさとみってことでしょ。サイコさんだから。そういうことでしょ。だってもう、あのさとみはさとみ以外がやったらもう、そうだよ、爆破よ、やばいよ。地獄よ。本当に。うわ、その時代のお友達からのお便り待ってます。いやー、ちょっとね、チョコレートとか食べてたもんね。あの、もう。意味もなく、うわ、そう、あの、失恋ショコラティエっていうね、はいはいはい、チョコのね、お話なんですけど、そうでしたね、大まかに言ってしまうとね。そうそうそう、そんな時期がどうですか、このダイエット案。このダイエット
んですか。え、ね、ゆきみちゃんはこういうことやってみてたわけじゃん。そうそう、やってた身としてはそうそう、なんかいい感じだった。うん、あの続きはしないかな。あ、続かなかったんだ。そうじゃあこれももしかしたら一旦続かないけど、パリコレにも出れるって相当。そうだよね、相当よ。モチベ上がんのかな、もしかしたら。あ、逆にね。そう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 、なんかもうパリコレに出てる人ってさ、次元違うやん。次元違う。だからもはやもうなんかモチベとかにもならないのよ、私一周回っちゃって。なるほどね。そう、美彫刻リアルさがないからね。そうなるほどね。だからやりすぎるぐらいに思っとくから、うんうん、ハードルを高めに設定してるから。あー、そっか。意外といけんじゃない。意外といけんのか。分かんないけど、逆にさ高い方がさ、うん、燃える人もいるわけだもんね。そうだ ね、 モチベーションがね。どっちが合うかだよね。そう、まあ、これはもうアミティさんの力で。え、でもなんかさ、私の友達がやってたダイエットめっちゃいいなと思ったのがあってさ、何何、あの、あえてギリギリダイエット。何それ。なんかあの、うん、電車が出る時刻とか、うん、あえてギリギリに家を出るの。もうどうしたって走らなきゃ、これ間に合わなきゃ遅刻するからっていう状況に持っていくから、うん、そしたらめっちゃダッシュするのね。あー、確かに。で、痩せんのよ。確かにね。これめっちゃいいと思った。余裕ってたら歩いちゃうもんね。歩いちゃうの、意気揚々と歩いて、うん、なんならなんかあのこういう感触とか買っちゃうのよ、ね、コンビニとかで。自販機とかでね。もうそんな余裕ないくらいギリギリに家出て、やったってすると、まず痩せんのこれ。あのさ、全然違うんだけどさ、電車でさ、あの走ってさ、ギリギリで着いた時にさ、はーってその恥ずかしいよね。だからさ、そこ恥持ってたらあれよね、ダメよね。なんかさ、電車の窓曇ったりしないか。言っててさ、ここ、こうやって白く変わってさ、あ、これ私の息だ、恥ずかしいみたいな。私、周りにも悟られたくないから。鼻でね。涙出てきた。あるあるなんだこれ。これよかった。ギリギリダイエットのがいいと思います。あ、これすごいおすすめなんでやってみてください。おすすめ。はい、面白い。はい、ということで続いてのお便り読んでもいいですか。どうぞ。はい、もしかネームビヨンドさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひきみちゃん、松岡、こんばんは。こんばんは。初メールです。お、お、ありがとうございます。ありがとう。いつも楽しく視聴させていただいています、はい。この前お二人とターちゃんの3人でカラオケに行ったらしいですね、うん。カラオケでの話をいろいろ聞きたくメールしました、うん。癖が強くリズムに乗る松岡と過去褒め言葉、うん。激歌うまターちゃんの間に挟んだゆきみちゃんもおじけづかずに歌いましたか。それと皆さん自分の持ち曲を選曲して、うん、選曲していたようですが、他にはどんな曲を歌いましたか。それではありがとうございます。そう、私がねツイッターにあげたんですけれども、うんうん、私の同期のアーツビジョンの桜木優ちゃんっていうことを、うん、私と松岡の3人でね、うん、そうカラオケご飯行ったんですよね。そうです、そうです。そうそう、ちょっとファンの人的にはどういうつながりみたいな。確かにね、思ったと思うんだけど、うん、まあいろいろあったんだよね。すごくいろいろあった。すっごいいろいろあって、もうここじゃ収まりきらないぐらいいろいろあったんだけど、うん、なんかお礼の会みたいな感じだったね。私がそうあのターちゃんにお礼がしたくて。そうそう、ちょっとこの話また別でしたいね。別でしたい。ちょっと長くなるんで別でします。本当に濃いんで、はい、そう。でもいろいろあってお礼の会だったんですけど、お礼の会があって、私がご飯をおごり、うん、その後カラオケ行こうってなって、うん、カラオケ行ったんだけど、楽しかったね。いや、ターちゃん歌うまくない。ガチでうまいのよ。びっくりしたんだけど。うまいし、松岡もまあ皆さんご存知、すっごくうまいので。いやもうね、必要ですけど、挟まれた私の身になってほしい。いや、挟まれたゆきみちゃんの可愛くてごめんは最高だったよ。あ、そう、血迷って私可愛くてごめんっていう、うん、あの TikTok で今めっちゃ流行ってる、ね、可愛くてごめんってやつ、あのハニーワークスさんのやつ。2人さ、私とあのターちゃん声低め族なんで、そういう曲歌わないんだけど、その中であえてめっちゃ可愛いラブリー曲ぶち込まれて、すごいカオス空間だった。でもね、2人とも声量がバケモンなんですよ、うん、だから本当にスピーカーがもう割れるんじゃないかぐらい。私なんかちょっと、私あのドアが見える位置に座ってたの、うんうん、で松岡さ、ドアのさ真裏っていうかさ、うん、見えないところに座ってたじゃん、うんうんうん、だから気づかなかっただろうけど、なんかちょっとこうやって見てくる人が、嘘でしょ、こうやって、そうそうそう、店員さんとかこうやってなんでなの。だから それぐらい多分もうね、なんだこの部屋はってなってたと思うぐらいうまかったんですけど。いや、すごかった。いや、あれね、そうそう、おのおのの松岡だと馬娘のさ、そう、あのね、デストロイ・フォー・ダーザインね、ソロ曲ね、のソロ曲ね、あれね、聴いてくれた人、あれの曲を知ってる人ならわかると思うんですけど、なんかもう、うん、
なんて言うんだっけ、うわーってやつ、そうデスボがあるんですよ。デスボやってる最中にさ電話鳴ってさ、カラオケボックスのそうそうプルルルルってなって、でも松岡のデスボがうるさすぎて一回誰も聞こえなかったんだよね。そうそう全く聞こえず鳴ってることが、そう電話無視したんだよね。そうでも私がなんか聞こえんなと思ったらってなっててやばいこれは電話だと思って松岡一回静かにしてって言ってたんだけど、松岡なんかこらえきれずさ歌い始めたんだ。違う何が起こってるか分かんなかった。なんかゆきみちゃんが電話取り出したぞとりあえずデスボしとくかみたいな。そっか松岡はかかってきてることに気づいてなかった。何にも気づいてない。私が自主的に電話したと思ってたって。そうそう、うんと思って、ね、何があったんだろうねと思ったら、そういうことね、そういうことね。そうなんですよ。まあ楽しかった。すごい回だったな。すごい回だった。もう一回行きたいもん私。行こう、マジで行こう。本当にあれは楽しかったね。楽しかった。カラオケいいね。そうなんか持ち曲を歌ってくれるのが幸せすぎました。確かに本当なかなか。次は2人の持ち曲を私が歌いたいです。逆にね。そう逆にだから私の持ち曲を2人に歌ってほしい。歌わなきゃいけないんだ、はい、あれをお願いします。あれはもう松岡美里にしかね歌えなきゃ。いや歌えるんでちょっと楽しみにしてるんで頑張ってよろしくお願いします、はい、ありがとうございます続いて、はい、もしかネームストレイタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきりちゃん松岡こんばんは。こんばんは。時々車のハンドルを握ると性格が変わるみたいな人がいますが、お二人もこれをしていると本気になるスイッチが入るみたいなものってありますか、うん、僕の場合はカラオケに行くとスイッチが入ったように本気で熱唱してしまいますということで、こちらもカラオケがありましたけれども、あるあるある。私ね、うん、あれだよ、スプラだよ。どうだよね、ゲーム中変わるよね。ゲームするとさ性格変わるのってどうなの、印象どうなの。いやでもその変わり具合っていうか、うん、これふざけんなよみたいなんだったらちょっとこの人大丈夫かなってなるかもだけど、私めっちゃハイになるかも。あーそっちみたいな、怖っ。そっちか。これはどうなの、引くのかな。どうです急に。いやだから、まさまあ、なんだろう、うん、暴言も吐き、書くこともまあ正直ありますよ、うんうん、あるけど、でもそんななんか本気のガチ怖いやつじゃない、なるほどね、なんかエンタメ性ある暴言にとどめることは可能です、うん、なるほどね、っていう風にしてます私。そこは一応気をつけてるんだけど、うん、でもすごいハイになってる。あそうなんか急に笑い出したりする怖いな。それはどうなんだろう。いやでも、うん、いいんじゃない、その暴言よりかは全然マシだよね。マシ？マシだと思うよ。いるからね。まだ末期じゃないか。じゃあそう、もうこれこうしちゃったらダメ。あ、大パンはちょっと大パンダメよ。それしないんで私、うん、あの大事、自分で買ったスイッチなんでね、物大事。そうそうそう、絶対にしたくない。あるかな。ゆみちゃんある、スイッチ。でも、うん、あのなんかあのスポーツの試合中とか、うんうん、テレビとかで見てて、ルールわかんないのに、うん、バールバールとか言っちゃってるルールわかんないのに、うん、今の入ったじゃんとか言っちゃう。ルール知らないのに。え、そうそうそう、本当に余計なお世話じゃん。そうそうそう、それ見てる側からで、やってる側からしたらさ、うん、めちゃくちゃ余計なお世話かもだけど。本当じゃん。そうそう、野球とかも最近覚えたくせに、うんうんうん、ちょっとなんで打たないの今のみたいなマジで言われたくない。それそうそうそう、自分は絶対打てないくせにさ、やったり。でもそんなあのガチじゃないよ。あ、がエンタメ性、ね、そうそうそう、エンタメ性ね、うんうんうん、これ大事、それ大事だね。そうそう、エンタメ性っていうのがいいあの、うん、最初に入るから。あ、じゃあいいよ。そう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 、うん、いくらでもやりな。勘違いしないでほしい。エンタメ性つければ何でもいいと思う。エンタメ性まだいけますか、お便りは。あで、オッケー、ありがとうございます。ということでここまでです。はい、引き続きメールお待ちしております。読めなかったやつ、うん、お名前だけ読みますか。はい、もしかネームジュエールさん、もしかネームムッシャさん、うん、マヨライクさん、はい、あと、チーベイさん、はい、ナイトさん、おーかっこいい、マチノンさん、おい、ツカヤさん、はい、おしまさん、はい、です。ありがとうございま す, とい, ますということで、引き続きメールをお待ちしています。どんどん送ってきてください、うん、お願いしま す, します。早瀬君、松岡美里のもしかは、お送りしてきましたもしかは第53回もあっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。
アドレスはもしかわアットマークシーサイドハイフンステーションドットネットです。どんどん送ってきてくださいね。お願いします。はい、まずは番組からのお知らせです。もしかわの本編はここまでとなりますが、はい、ニコニコチャンネル会員限定のおまけ動画がございます。YouTube でご視聴してくださった方もぜひニコニコでのチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。それから番組公式ツイッターもあります、うん、私たちもつぶやかせていただきますのでぜひフォローしてください。アカウントはもしかわアンダーバー YM です。です。またツイッターで番組のことをつぶやく際にはハッシュタグもしかわをつけてツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで私から一件お知らせさせてください。はい、ですね、私と関根ひとみちゃんのユニット、うん、エバードリームという、はいはいはい、あのアーティストユニットがあるんですけれども、はい、それのファーストファンミーティングが決定いたしました。おめでとう。イエーイ。めっちゃ行きたいんだが。ファンミーティングの名前聞いて。いくよ。エバードリームファンミーティングゼロ始まりの歌。かっけー。うずくね。かっけー。うずくでしょ。うずくね。うわぁ。1じゃないんだ。ゼロ。ゼロなんだ。ここから。うわぁ。刻んでいきますよのゼロですよ。はいはい。これがですね、5月の27日土曜日、表参道グラウンドという場所で、やります。一部が15時から、うん、2部が19時からです。前売りが5,500円税込み、うん、当日が6,600円税込みで、チケットの販売が始まっておりまして、2023年5月の7日までなので、うん、まだまだ あとちょっとなので、あと2日、そうだからまだ申し込みしてない方はぜひしてみてください、うん、よろしくお願いします。まださ内容っていうかさ、うん、何をやるかっていう詳細は出てない、出てないんですね。ちょっとでもお楽しみに。何があるんですか。ファンミーティングって何かな。超行きたいな。最初だからね。そうだよ。そうだよ。これ参加してたら、ぜひぜひ後々だってさ、このサイバードリームがさ、めちゃくちゃでっかくなった時にさ、俺ゼロ言ってたんだって言えるよ。マジで。お前何からのファン？俺ゼロからのファン。うわー、俺スリーだわ。なるから。そうだよ。いけるよ。子さん名乗れる。ゼロは超かっこいいからな。うわー、いいな。ぜひ来てほしい。はい。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。ということで53回もうね、終わりの時間ですけれども、なんかお便りとかいっぱい読みたかったね。ね、面白いお便りがさ、本当に結構多くてさ、そうそう、私笑っちゃったんだけど。多いんだよね、そのね。足のやつね。足のやつ、ちょっとどっか行っちゃった。あのさ、パッと見同じ速度ぐらいでさ、うんうん、歩いてたらなんかさ、うん、その人となんか一緒に並んで歩いてるように見えちゃうみたいなさ、はいはいはい、そうそう、歩いてる時に、ね、わかるなとかね、そう思うよね。そんなあるあるみたいなね。そう、よく思いつくよね。メモってんのかな、みんな。ね、いやでも本当日常の何でもないことでも送ってほしい、うん、いや本当に日記みたいな感じ送ってほしい。あ、うちのもしかわのメール日記として使ってもらう、うん、今日は何もしませんでした。何もしないはちょっといいかもね。そっか、そっか、なんかどっか行きましたとか。まあまあでも全然いい、何でもいいよ、何でもいいよ。皆さんの日常が知りたいです。知りたい、知りたい、はい、距離近めで行こう、どちらはね、お友達みたいな、友達、はい、行きましょう。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。次回の配信は5月19日です。皆さん見切りをつけないでくださいね。ということでここまでのお相手は早瀬ゆきみと松岡美里でした。またね。ゼロ。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。